さきさき速報だよ。北条司さんによる人気漫画シティハンターの新作劇場版アニメの制作が決定したんだ。おお、それはほんまに嬉しいニュースやん。前作のプライベートアイズが2019年に公開だから約3年ぶりの新作発表だね。まだ制作決定の段階だから公開日やゲストキャラの情報については未定なんだけど、このタイミングで発表だと早ければ2023年中には公開が期待できそうだよ。前作のプライベートアイズって確かめっちゃ売れたよな。うん、約20年ぶりの新作映画だったにもかかわらず最終的な興行収入は 15.3 億円という数字を叩き出したからね。間違いなく大成功したアニメ映画だと思うよ。当時はシティハンターの新作映画を待ち望んでいた往年のファンがこんなにいたことに感動したもんだよ。そんでこの数字やったらすぐに第2作目が作られそうやったのに、なかなか続報がなかったんよな。やっぱ亮さんの時代錯誤なセクハラ演出とか声優の神谷さんの大人の事情とか絡んでて無理なんかなと思ってほぼ諦めてたわ。それがこのタイミングで発表されたってことは何か理由があるん？うん、情報解禁日が2022年4月8日になったことには理由があって、テレビアニメの放送開始から今年で35年目を迎えたことや、日付に関してもテーマソングでおなじみのゲットワイルドが35年前の1987年4月8日にリリースされたことに関係してるんだ。アニメにとっての記念日や節目の日というわけやな。前作のプライベートアイズは古き良きテレビアニメのシティハンターをそのまま時代だけ現代にアレンジした作風で、ファンが見たかったシティハンターを忠実に映像化したような仕上がりだったんだよね。シティハンターの場合は変に展開や設定をこれよりも見とこうもんみたいなノリで今までと同じことをした方が面白くなるんよな。さすがに時代的なこともあって原作にあるような大胆なセクハラ描写はカットされてたんだけど、プロのスイーパーとして活躍する亮さんや原作の持つドタバタコメディ感はしっかり再現されてて、スタッフのファンを楽しませようという気持ちを感じたよ。ほのかは新作映画ってどんな感じになると思う？プライベートアイズの最後のシーンに監督つながりで掲示板にルパンの顔が描かれてたのが当時話題になったやんか。だから今回はシティハンター VS ルパン三世みたいなコラボアニメになるような気もしてるんやけど、どうだろう。もちろんそんな夢の共演があったら嬉しすぎるけど、コラボアニメだったら最初からルパンの情報も解禁しそうだし、アニメ放送35周年記念として発表した作品でコラボはなさそうな気がするんだよね。それもそうやな。でもいつかやってほしいわ。りょうさんもルパンも普段はスケベやけどやるときはやるみたいなギャップがかっこいいキャラクターやし、最初は敵対してて後半で共闘っていう王道展開でも絶対面白いと思うわ。続報や本格的な PV の公開に期待だね。じゃあ今回はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。